私はキムドゥンです。韓国から来たんですけど、今日本のファッション業界で働いてます。東京にあるリステアっていうショップで PR をやってます。日本のファッションについてすごく印象的だったのは、正直に言うと韓国はすごくトレンドのアイテムをすごく中心に考えてるんですけど、日本では本当に自分が好きなスタイルとか自分が好きなファッションをそのまま着れることと、他の人を意識しないことが一番日本のファッションの中で一番私が受けた印象的なところではないかって思います。日本で仕事をしたいなって思ったのは、まあ一番基本的な理由は日本が好きだったっていうのもあったんですけど、なんか韓国で24年間、25年ぐらい住んで、あ、もう他の国に住みたいなってなって、でその時一番好きだった日本を選ぶことになって、でそのまま学校に進学してそのまま仕事することになったっていうパターンですね。初めて日本で仕事をし始めたきっかけは、一番最初の仕事は日本で韓国が好きな日本人のためのウェブマガジンがあって、でそこでなんかライターもして、なんかスタイリストもやってて、で韓国のファッションを日本に知らせるっていうことが初めての仕事で、でそこからなんか、まあ、日本と韓国の仕事って面白いよねってなって、その後にその日本と韓国をつなぐ仕事とか、他のなんかインドネシアとかシンガポールにも行ける仕事をすることになりました。それがきっかけで、まあ、今 PR をやってるんですけど、やっぱり自分人と話すのが好きだなって思って、その後にこういう PR の仕事をすることになりました。毎朝出勤したら一番初めにやることはメールを確認することです。で編集部からメールが来てたり、なんか構成の仕事があったり、そしてなんかスタイリスト PR チームってスタイリストさんに服を貸し出ししたり、なんかそういう掲載してもらったりするので、でそういうなんかリースの仕事とか、そしてなんかリリースを発信する仕事もしてます。でそういうことを徐々にやって、で、まあ、インスタグラムとかに載せるその撮影とかもやってるのが一日の仕事になります。今日本での目標は、まあ、韓国から日本に来るとき、もっと大きい世界で働きたいって思って日本に来た理由もあったので、その夢を叶ったので、日本でまたもっと大きい世界に行きたいなって思い、なんかヨーロッパとか日本の会社でヨーロッパとも一緒に仕事できることを、目標にしてます。最後に私のインスタグラムもフォローしてくださいと、ジャパンステーションも一緒に見てください。注目してください